はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画ですね、もう後ろに見えておりますおなじみのでございますね、ゴールデンタイガーさんにお邪魔しております。いやね、僕の大好きなお店で、最近はねちょっとなかなか来れてなかったので、動画的にもオフでもね久々の、まあ、ゴールタイさんなんですけど、なんかね、まあ、TKM の麺とはまた違ったちょっとね特殊なトッピングができたということで、それをね食べに伺いました。プラスアルファで、まあ、今日ね販売している限定メニュー、そちらのね TKM と限定メニュープラストッピング、これね2杯ずつ本日はいただいていこうと思っております。もうね中にお客様もいらっしゃらない状態なので、早速ね店内の方に入っていきたいと思います。店舗前にはねこれ自販機ありまして、ここで買った飲み物については持ち込み OK なんで、とりあえずねこちらの体健やか茶ダブル買っていきましょう。はい、お邪魔します。よいしょ。こちらが本日の販売メニューとなっております。こんな感じ。今回いただくメニューがこちらの、まあ、限定メニューと、この下にございますこのビャンコっていうトッピングメニューですね。それにいつも通りの TKM でございます。ということでね、ただいまもう店内の方に入っておりまして、メニューはねもう到着しているのですが、その前に改めてですね、店員さんのご紹介ということで、ゴールデンタイガーさんの店員さんでございます、金沢さんでございます。今日よろしくお願いします。ガオーということで、いやありがとうございます、いつもありがとうございます。本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。めちゃめちゃうまそうなんですけど、これこれすごいですよね。それ新しい、新しい、これビャンコっていう、ビャンコ、はい、すごいですね、幅広め。同じ粉使って、はいはい、粉とかも一緒で、うん、まあ厚煙と、はい、切り出しの幅変えてでやってますね。切り出しの幅というレベルじゃないですけどね、もう、はい、めちゃめちゃうまそうですね。ありがとうございます。すみません、いただきます。おいしそう。いただきます。改めましてね、こちら TKM でございますね。今回麺量が 800g で、肉増しのカツオで注文させていただいております。先にじゃあちょっとビャンの方からかかないようにいただきます。こちらねビャンコについては、こちらの醤油とわさびでいただくのがめちゃめちゃうまいらしいです。うん、いただきます。あ、うん、あ、うん、いいでしょ。まず不思議、粉とか一緒なのに全然別物に感じますね。うまうまい、いいですねこれ。そうだから、まあ TKM でももちろんいけるし、うん、まあ、つけ麺で食べても全然美味しいから。正直その甘みはこっちの方が断然感じますね。そうだね、うん、麺の方が感じるかもしれない。まあそこ、うん、あ、これいいですね。最近はよく出ます、かけるいくつ、何、3とかかける3、頼む人もいますね。なるほど。めちゃうまいです皆さん。これこれも日によって数量限定みたいな感じなんですか。そうですね、仕込みの都合でない時もあるんだけど、うん、基本的には、まあ、あるようには、はい、いやこれ食ってほしいですね、ちょっと本当に。これは食べてほしいね、これはぜひ。うん、めっちゃうまいわこれ。これから寒くなってきたらまたちょっと食感変わってきて。そうだね、水の温度で。うまい。ちょっとね、こっちも乾いちゃうんで TKM もね混ぜていきましょう。よいしょ。うまそう。ああ、混ぜ方がうまいね。ああやっぱこれ何回食ってもうまそうですね。僕の動画でのコメント欄でもそうなんですけど、やっぱり、うん、もちろんつけ麺も食べたいって方多いんですけど、ダントツで TKM も食べたくて、まあそうっすよね、っていう人が多いですね。これぜひね、皆さん通販とかもやってるんで、ちょっとね遠方の方とかは通販でも試してみてください。ちょっといただきます。よし。やっぱうまいですね。ラス君のあの意見はもう的確すぎてちょっと怖いんですよ。最近は決めました、もうシンプルにうまかったなで いいかなって。でやっぱ TKM の良さって、水道水の温度とかで全然季節によって若干その締め方も変わってくるんで、毎回 TKM 食べてても季節ごとに全然この空きが来なくて、
毎回来るたびに今日も TKM いいですかって言っちゃうんですけどやっぱうまいですよね。いや嬉しいね、そう言ってくれると。そうなんですよ皆さん、 TKM だけじゃないんでね、ゴールデンタイガーさんはもうつけ麺もめっちゃうまいんで、いろんな人に食ってほしいんですけど、ね、やっぱじゃあどれ行ったらいいですかって言われると一発目じゃ TKM ってなっちゃうそうだよね2回目とかつけ麺行ってもらってっていうような、ね、またね、このチャーシューとかも本当にうまいんですよ。チャーシュー増しにすると、まあ、通常の豚のチャーシューとこのレアチャーもね入ってくるので、ぜひ、ね、あの TKM 頼むときはトッピングなんかもねいろいろ楽しめますんで、オリジナルの TKM 皆さんも作ってください。うん、うん、無限に食えんなこれ。結構この甘めなので、一旦ねここで卓上にございますこれ唐辛子をねかけていきたいと思います。うわうまそう、これがそのチャーシューですね。こんな感じでございます。うまい。やっぱうまいんだよな。もちろんね、ラーメンとしては噛めば噛むほど甘みも出るんですけど、このさぬきのうどんとかと一緒で喉越しとかもね楽しんでほしいね。これビャンコね、もちろん醤油とかわさびつけた方が味も引き立ってよりうまいんですけど、そのまんまでもね麺の風味とか甘みを感じられるんで、やっぱねこの単体がねそもそも美味しいですね麺が。うん、うまい。行けます？おい飯行ける行けるよ。じゃあ100円分100円分ぐらい、いや200円分ぐらいで買いしかない。まあまあ、 あのバランスいい感じに入れますよ。あ、いい感じでお願いします一応俺はおい飯マイスターの資格持ってるんで。ありがとうございますマイスターで。はいはい、オッケーオッケー、了解ですありがとうございます。よし、ここまで食べてほしいですよね。そうなんですよ、これがうまいんですよね。で今回はしっかりと締めにねご飯いただきました。正直あの僕もここまで食べたいんですけど、最近ね、一緒に撮るからってのもあったりとかして中休みが多いんでご飯ってのも申し訳ないなこの時間と思って。大丈夫ですよ、常備してます。いや、これがマジでうまいですよね。うまい。いやこれね、ちょっと皆さんこれマジでうまいです。この締めがね最高です。いただきます。あ、さすがマイスターぴったりのこそですうん、まあめっちゃうまい、うまい。やっぱここまで食べてほしいですね、 TK も本当に、うん、ただの醤油とかじゃなくて返し使ったりするので、普通の TKG とかと比べて全然味わいが違うじゃないですか。ここは絶対ゴールですよね、 TKM の。そう、ここに行かないとちょっと。そう、確かに。うん、
いやめちゃめちゃうまかったです。やっぱり久々のご飯入れはめちゃめちゃうまかった。いや最高のコースでした。おいありがとうございます。うわでもいいでしょ、ビジュアルいいっすね、このオールド感たまんないっす。こういうスープがね、うちの麺が一番合うんだよね。うめっちゃうまそう、うまそう。いいっすね、この醤油に黒胡椒いいっすね。ラード効いてて、うまそう。ちょっとすいません、いただきます。はい、よし、いただきます。これもね、麺だけでいただきます。いいな、うん、これね結構動画でも僕つけ麺とか食べるときに基本麺だけで最初いただくんですよね。でもやっぱ動画で見てる方は、ね、かっこつけみたいな、そんな意味あるのみたいな結構言われるんですけど、でもちろんつけ汁につけた方がうまいんですけど、なんか僕はおすすめしたいんですよね、この最初にこの麺の、まずね、味を味わってほしいというか、はいはい、お店によって小麦粉によって作り方によってね全然風味も味も変わってくるんで、結構お客さんもやっぱいますよ、混ぜる前に麺だけ食べて、あ、うん、あこれラスカル君の動画見てるなと思いながら恥ずかしいですね、なんかうなずいてこういう感じかみたいな。つけ麺なんかも特に漬け汁は熱々なので、うん、やっぱね漬けちゃうとその締めた時の腰感は弱まる分、だ先にこの腰を楽しむっていう意味でこの麺だけっていうのを皆さんにも結構僕はやってほしいなと思うんですよね、うん、でこの漬け汁ですよ、チンタンですね。うまそう、確かにザル中華っすね見た目。これいいな、ちょっと食べてもらう、つけようつけよう。いただきます。よいしょ、ちょっとつけさせていただきます。よいしょ、よいしょ、よいしょ。これ絶対うまいですね。もう食べなくても分かりますね。いきます。うまっ。もうその麺の生き方っていうか生かし方が普通のつけ麺とは全く別物になってくるんで、 うまい。うん、新橋で飲み歩いた後に食ったザル中華とかみたいな懐かしい記憶が蘇ってくるような。本当こういうのって味がこうだからどうでうまいとかじゃなくて、なんかもう DNA にこう組み込まれた。うわ、麺の方に生卵とかトッピングしてもうまいですし、あ、そうだね、で後半にはねちょっと漬け汁にお酢とか垂らしてあげても、あ、うん、はい、これに関して言えば別に食レポしなくてもみんななんとなく伝わる感じはあると思うんです、良さを。あ、見てね、知ってる気がするみたいな。弁天で育ったのかどうなのかってありますよね、あ、そうそう、いろいろ、いやでもどっちもありなんですよね、やっぱ出てきた時に見た目でテンション上がるのは正直つけ汁なんですよ、あ、そうだ、ね、そこがね難しいところですけど、いやでもこれはずるいやつですね。味を分かりやすく表現すると甘酢醤油に、まあ、ラードとかを効かした感じ、これ
酸味というかお酢系は普通のお酢なんですか？あ、そうですね、お酢は同じですね。うん、普通のお酢でもやっぱ不思議と穀物酢っぽくないというか、フルーツ酢ぐらいこうまろやかになりますよね。固形が全然ないんで。そうか、なんでこんなテンション上がるんだと思ったら、この器がテンション上がるですね、一番。普段それ使ってないんだけど。そうですよね、これやっぱり本当、中華屋さんのラーメンみたいな。限定でした。すみません。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ああ、うまかった。久々にあの麺食らうぐらいうまかったですね。うわーっと思って。ということで、本日もですね、ゴールデンタイガーさんで、まあ、TKM と限定メニューをいただいてまいりましたが、やっぱりもうめちゃめちゃうまいです。もう全部うまかったです。まあ、TKM がね、美味しいのはもちろんですが、ビャンビャン麺ほどね、新しい食感体感できましたし、何よりもこの限定がもう僕にとってはドストライクハマってしまいました。まあね、あの今回の限定はまあもちろん期間限定なので、まあ次動画に来る際とかお客様がねいらっしゃった際にはないかもしれませんが、いろんなね限定も販売しておりますし、レギュラーメニューもねたくさんございますので、ぜひね皆さんもこちらゴールデンタイガーさんで美味しいつけ麺やこの TKM ですね、楽しんでみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。いや、今日もありがとうございました、ナナさん。ありがとうございました。お疲れ様でした。みんな、つけ麺、通販もいっぱい買ってね。